はい、中央バスの、札幌ターミナルというところに来ております。札幌の、駅からだいぶ離れてはいるんですが、ちょうど時計台ではなくテレビ塔の脇っちたが分かりやすいでしょうか。ここは先日紹介いたしました、名鉄東岡崎駅のバスターミナルに似ています。どっちが元祖か知りませんが、バスが頭を突っ込む形での、バスターミナルでございます。ちょうど今、7番乗り場から、石狩庁舎行きのバスが45分発世田谷経由90番江戸津行きがまもなく到着いたします。ご利用のお客様は1番乗り場にてお待ちください。世田谷経由っていうなかなかレアな行き先が46分発東8丁目経由36番篠路十条4丁目行きは8番乗り場に到着いたしました。その世田谷経由の江別行きというのが今一番乗り場に進入していきます。函館線から微妙に離れていることもあってなかなかいい感じで混んでますね。世田谷経由って言われるとどうもあっちの世田谷を思い浮かんでしまいますが、出発の様子を覗いてみましょう。これ14番は、バックして発車してきます。プルルルルルって鳴るのがこの北海道式というか、ただいま時刻が19時43分、夕方の帰宅ラッシュはちょっと過ぎているんでしょうか。45分発のシノロ10の4と、こっちも45分発なんですかね、江別行きです。東狩木から東狩木、まあ確かにバスのルートと JR のルートは住み分けがされてるっていうことなんでしょうね。さあ出発合図をちょっと見たいんでこうやってバス乗り場にいるんですが、ここはですね、中央バスが関与している夜行バスも出発していたんですが、コロナ禍ということもあって、バス、夜行バスそのものがもう今運休状態でございました。今ヘッドライトがつきました。出発合図を聞きたいですね。あ、もう時間になったら出発予示を見る前に出ちゃうんですね。出発合図とターミナル内の自動放送は意外と連動しているんですが、まるっきり無視して出ていくような感じですね。中央バス江別駅前駅90系統のバスが出発していきます。そう、こうやってね、行き先も結構バラエティに飛んでて面白いんですよね。まあ、ここは東岡崎と違ってさすが天下の札幌のターミナルです。別に東岡崎をディスってるわけではないんですが、で このバスターミナルにもご多分に漏れずこんな感じで DJ ブースがあります。8番乗り場の
出発よしが出ました。9番まであるんで結構大きいですよね。さすが中央バスって感じです。上のディスパッチャーさんが上にいるんです、いることになってるんですが、はい、こちらが、いわゆるディスパッチャーさんが座っている DJ ブースになるんですが、 DJ ブースの中はこれ人いないんですね。多分自動でなるようなシステムになってるんでしょう。まあ時間ももう7時、8時近いわけですね。さあ、これだけバスが来るバスターミナル、実はこのバスターミナルには、地下がございます。駅から離れているんですが、もうもはや中央バスは鉄道とのリンクはほとんど考えていなくて、ここだけでも街にしてしまえと言わんばかりですね。この地下にいい味出してる飲食店街がありますんで、ちょっと覗いてみましょう。こちらがバスターミナルの、待合室になっています。この後は高速路線でいうと旭川行き、室蘭行き、小樽行き、岩見沢行き、滝川行きという感じで並んでいますね。19時45分の江別行き、あれが最終だったんですね。この時間ですので、窓口が閉まっています。本当はサピカの払い戻しをしたかったんですが、残念ながらできません。こんな感じで食堂街、これね、なかなかいい味出してます。じゃあちょっと覗いていきましょう。もう昭和の匂いがプンプンしますね。残念ながら閉店をしてる。お店が多いですね。ただ開いてます。私の目的地はこのおでん七福食堂です。ここに行きたかったんですね。チャーハンが普通盛りでも500円、大盛りでも600円、何なんですかこの良心価格。ね、ちょっとこれいいですね。ではちょっと中に入ります。はい、中央バスのバスセンターの地下からお届けしています。残念ながら閉店しているお店が結構あって、で気になるお店あるんですよ。こうやってカレー屋さんもあったんですが、残念ながら今4月の27なので3ヶ月ほど前に閉店しちゃってるんですね。もったいないな。で、私先ほどこのおでん、今度おでん食べに行こうよ。美味しそう、美味しかった。ここもなんか各局のポスターが貼ってありますね。UHBHTB、 千代市だから両方とも一門で、こっちは NHK で、奥を見ると
道内のローカルタレント小橋亜紀さんのポスターまでありますね。まあ、その他の選挙ポスターはちょっと置いといてですね、なかなか小橋亜紀さんのポスターを見るともうなんか北海道に来たなっていう感じがいたします。はい、では地上にこのねこの地上に上がるのがバリアフリーじゃないところもですね昭和感が出てますね。もうなんか隣のリトルチャイナさん、この小橋明さんのポスターが貼ってあったところですね、だいぶ盛り上がってましたね。さてではバス乗り場はどうなってるでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。この時間だと苫小牧港まで行くバスがあるんですね。旭川、小樽、苫小牧、室蘭、栗山、旭川と栗山まで帰るバスがまだあるんですね。で、岩見沢、滝川と長距離のバスが並んでいます。残念ながら夜行バスが運休してるらしいので、まあ、確かにちょっといまいち感はあるんですが、あ、結構並んでます。7番バス乗り場、7番にすごい人が並んでますね。行き先はどこだ、石狩方面。まあ確かにね、石狩ってあのバスないんで、バスじゃねえ、鉄道がないんで、まあ、必然的にバスのお世話になると。石狩に鉄道なんかできたら革命なんでしょうけどね。おそらくあの奥に止まっている14石狩庁舎って書いてあるバスがそれなんでしょうね。バスが入ってまいります。頭を前に突っ込む形で入ってまいります。まあこの方式ですね。確かにあの雪国には20時40分発神奈川三丁目経由14番石狩庁舎前駅は7番乗り場に到着いたしました。ご利用のお客様は7番乗り場のバスにご乗車ください。これあの神奈川だからバンナグロとかあっちの方に行くバスなんですかね。随分昔にバンナグロ行ったな。時刻36分ですね。40分には出るんですかね。神奈川三丁目麻布、麻布ってさっき言ったとこやん。麻布通って神奈川と通って石狩に行くというバスなんですね。まあ神奈川も石狩なんでしょうけど、20時40分発滝川行き高速滝川号がまもなく到着いたします。ご利用のお客様は2番乗り場にてお待ちください。40分発の滝川行きっていうのはおそらく半発35分か30分発あの札幌駅前ターミナルから出るバスなんでしょうね。出発予習を見てから帰ってきましょう。ディスパッチャーもすっかりさっきも言いましたけどいないですね。自動化されているんでしょう。時間になったらあのランプがついて、発車ベルが鳴って、ベルというかね、音が鳴ってそれで出ていくような感じでしょうか。平日木曜日の夜でございます。まあでもバスでこんだけで運べちゃう程度の輸送量
要するなんすのかな、需要しかないっていうことなのか、それとも地下鉄で麻布の駅からだいぶ乗ってくる人がいるのかってとこなんでしょうね。おそらくこれ福住から先の千歳の方に行くバスも結局札幌から福住の間地下鉄と重複しているので、まあ、そういった役割分担がなされつつ並行して走っているということなんでしょうか。さ、間もなく滝川行きのバスも入ってくる予定です。40分発っつってる割に39分なんですけど、さ、エンジンがかかりました。アイドリングストップをしていた。お、ライトもつきました。7番バス乗り場、石狩方面、石狩庁舎行きのバスが発車します。自動化してるのいいんですけど、バスが遅れたらどうするんですかね。それともなんかセンサーでもあるんですかね。その石狩庁舎行きのバスが出発していくと同時に滝川行きのバスも入ってまいります。これは2番乗り場になります。これも出発用紙を確認しましょう。高速滝川行き、これはもうお客さん乗せたら出てくるんでしょうね。時刻40分30秒頃、もうお客を乗せたか乗せないかぐらいの感じで、プルルルルが鳴って青信号が出て出発用紙が出ました。JR 東海でいうとこの安全用紙はないんですね。出発用紙しかないんですね。はい、中央バスが出ていきます。中央バスの滝川号が出ていきます。 JR より安く滝川に行けるんで、ね、庶民の味方なんでしょうか。まあ、JR も庶民の味方なんですが、おっと奥にはシノロ 10-4 のバスが来ました。こんなことやってたら帰れませんね。中央バスは、まあね、1時46分発、東8丁目経由、36番、篠路十条4丁目行きは、8番乗り場に到着いたしました。ご利用のお客様は、8番乗り場のバスにご乗車ください。時間調整が入るんですね。まあね、この路線規模で言えば、西鉄バスほど儲かっても良さそうなもんなんでしょうが、いかんせん北海道はこう人口も少ないですし。撮影機前、このバスに乗れば僕のホテルにさーっと帰れるのか。いやいや、この距離なら歩きますよ。Thank you.
んなことやってるうちに私のスマホの容量が終わってしまいますね。はい、動画の残り、動画とかスマートフォンの残り容量が1分と5秒になりました。その間に出発用紙が見られればいいな。8番バス乗り場シノロ36、シノロ10の6が36番、シノロ10の4駅これですね。さあライトがつきました。出発女子が出る前にもうドア閉めてますね。8番乗り場の36番、篠原城。